ははいいどうもはうもおよござまますす12月7日朝6時の相場解説になりますこれ1時間足からうう今日は、ね、変則的に見させてもらってます通常は大きな時間軸から例えば1日4時間1時間という順番で見るんですけども今日は1時間を先にお見せしておきますというのがね1時間でこういうことを私ずっと言ってたじゃないですかこういう三角形だよみたいなねでこの三角形はいいんですけどもじゃあ一旦ね、えー、のああちなみに今レンジに入ってますね もうあの3時の放送を見ていただいた方、オリガルヒの皆様にはもうお伝えしたと思いますけども、レンジに入ってますんで、レンジオプションを取っていきますからね、当面は。これ、また後で解説します。で、三角形をここで確認されたと思うんですけども、じゃあね、じゃあ、一日足を見てみますよ。日足を見ると、じゃあ全体的にはどうですかこんな三角形が見えてきませんかってことなんですよ。 だからなんですよ。だから1時間ばっかり見ていると、こういうふうな別の時間軸からの俯瞰した判断ができなくなりますので、少なくとも毎日1時間、4時間、1時間、あ、違う。1日4時間、1日、あ、違う。もうすいません。えっ、ー、と、デイリーでしょ ?4 時間足でしょ ?1 時間足。こういうふうに見ていくことが必要ですよ。で、場合によっては1時間軸を見た後に、海洋証15分とか見たりね、また1日を見たりとかっていうふうにして、全体的にバランスよく俯瞰して見てくださいねってことでございます。 でこの三角形がもし成立するとしたら上昇してる今ね陽線が出てますけどもこれがどこまでも伸びるんじゃなくてそろそろ落ち着いて下に向かうって判断ができるってことなんですよ。ここもだから上がったけども転換するんじゃなくてまた下の方に大きくいったでしょ。この倍ぐらいの長さの陰線になったじゃないですか。ってことはここからこういうふうにいくってことも考えられるよねっていうふうにデイリーを見ながら1時間を見ていきましょうっていうことになるんですよ。さあそれでねそうは言っても私が思うのは。 上昇はもうちょっと続くんではないかなと思います4時間を見ていきましょうあ、4時間じゃないこれデイリーまた見ちゃったね4時間を見ていきます4時間を見ていくとね下に向かう流れっていうのは、まあ、緩やかになってここではちょっとね多少レンジみたいな形にもなってるわけなんですよでストーンと落ちましたけどもこれがまた復活してきてもしかしたらこの辺りの水準に戻るんではなかろうかってことまで、ね、見えてくるわけですよね今137円クリアしたところですけどももしかしたら今週中138円があるかもしれないんですよ そう思いなながら、えー、上昇トレンドを見てるわけなんで、すよねで今上昇トレンド中ですから。で、えっと、1時間を改めて見てみますと、1時間では完全に上昇トレンドを作ってるっていうのが、昨日の解説でも言えるようにね、ズドンと落ちてたのが、ここをポイントにして、しかも、ここを足掛かりにして、ぐいっとね、持ち上げられるように上がってきて、で、ここで一旦下に落ち着きましたけども、今一応ね、レンジオプション取りますよ、ここでレンジオプション。あ、すいません。レンジオプション取りますよ、ここでね。 でもこのレンジを突き破って上の方にブレイクアウトしたらまさにこの三回形ができて138円から139円も見えてくるってことなんですよでも今レンジオプションを引くのがかなり重要なのはあのお分かりいただけたと思うんですけどもまだレンジオプションの結果出てませんのでねとりあえずはいつものようにこの辺から黒で書きますけどもこの辺りに来たらセルを打っていこうかなと思いますよねでブレイクアウトするようでしたらこのブレイクアウトは大きく伸びるもんだと思って 抜けたのを確認して、倍でついていくっていう風な戦略になります。今回は以上です。じゃあ、次回の放送、そうですね。今日はこのレンジオプションだけ見てればいいんで、で、抜けたらブレイクアウトですから、もうそんなに細かく追加放送しなくても、もうやることわかりますよね。うん、ということなんで、えー、午前中にもう一回しようかなともね、思ってるんですけども、今日はあえてですね、あの夕方まで追加放送しませんので、えー、個々の判断でちょっとやってみてください。 夕方まで一応しません。するかもしれませんけどもね。<laughs> しないと思って、今回の朝の相場解説を閉じさせてもらいます。ですので次はねうん、今朝6時ですけども、4時間後の10時でもなくって、さらに4時間後の午後2時でもなくって、まあ午後2時くらいですかね。午後2時くらいにしましょうかね。はい、じゃあまた午後にお会いしましょう。